シャルルイブジャン・ギスレーヌ・ミシェルは、ベルギーの政治家。第三代欧州理事会議長を務めており、それ以前は首相を務めた、改革運動の所属である。1975年12月21日に、ナミュールに誕生した、ルイ・ミシェルとマルティーヌ・ミシェルの子、弟にマッティュー・ミシェルがいる。16歳の時に新たに設立された、ジョドワーン・ニュ青年自由改革派連合に加入する。 まもなく会長となり、1992年から1999年まで務めた。1994年、18歳の時、ブラバン・ワロン衆議会選挙において名簿再開であったにもかかわらず4000票を獲得し、当選し、衆議会議員となった。翌年には、衆議会副議長に選出されている。1998年には、ブルッセル自由大学及び、 アムステルダム大学において法学士の学位を取得した。フランス語、オランダ語、英語を操る。1999年にミシェルは大議院議員に当選し、大オキシン調査委員会に所属した。2000年にはジャンマリー・セブランの後任として、ワロン地域政府の内務大臣に就任する。ミシェルは当時25歳で、ベルギー史上最年少の大臣となった。また、 同年には、ワーブルの市議会議員に当選し、2004年には、公営企業及び都市計画担当の条約となり、2年後の2006年には、市長となった。2007年6月10日の連邦議会選挙において、ミシェルは、ブラバン・ワロン州選挙区で42,088票を獲得し、大議員議員に再選された。また、2004年からは改革運動。 MR のスポークスマンを務めた。2007年12月21日からミッシェルは、第3次、フェルホフスタット内閣、第1次、ルテルム内閣、ファン・ロンパイ内閣及び、第2次、ルテルム内閣において、開発協力大臣を務めた。2009年6月の地域議会選挙における、改革運動の敗北を受けて、ミッシェルは、リディエレンデルス党首の辞任を求め、ウィリー・ボルシュや、 エルベジャマールらと共に、ルネサンスグループに参加した。2010年の連邦議会選挙におけるさらなる敗北を受け、レンデルスはついに党首を辞任し、ミシェルは党首選に立候補した。2011年1月28日、ミシェルは党首選に勝利し改革運動の党首に就任し、続く2月14日には大臣職を辞任した。 2014年5月25日の連邦議会選挙後、6月25日にバルトデウェイフェルによる組閣が失敗に終わると、6月27日にミシェルはフィリップ国王によって情報提供者に任命され、ついで7月22日には新政権樹立のためクリス・ペーテルスと共に組閣担当者に任命された。10月7日に新フラームス同盟、キリスト教民主、 フラームスフラームス自由民主、改革運動の4党間で中道右派による連立政権の樹立が合意され、ミシェルが首相として政権を率いることとなった。続く10月11日にミシェルと閣僚らはフィリップ国王の前で就任宣誓を行った。ミシェル新首相は当時38歳で戦後最年少の首相となった。同月、 ベトナムのグエンタンズン首相のベルギー訪問を受け会談した。ミシェル政権は、老齢年金の受給年齢の引き上げ、公共福祉予算の削減、企業の社会保険負担額の削減を提示しており、2014年11月には、この政策に反対する労僧主体とした10万人を超えるデモも行われている。このデモの大部分は平穏に行われていたが、一部は、 ボート化し警官隊の催涙ガスや放水により、鎮圧されている。また、同年12月には、ミシェルの地元であるナミュールで演説を行っている際に、政府の緊縮財政に反対する4人の女性から、マヨネーズとフライドポテトをミシェルに浴びせ避難する抗議が行われ、女性4人は警備員に取り押さえられている。2015年5月に初めてとなる来日により、天皇、 皇后の招きによる懇談、ペーテルス副首相とともに、日本触媒の池田前徳社長と会談、安倍晋三首相との首脳会談を行った。同会談では、国際連合安全保障理事会の改革や、テロ対策に協力して対処することで同意がなされた。また、ミシェルは、日本と欧州連合との経済連携協定の、 交渉締結を2015年内に成立させることを目指しており、これに関する両国の協力も深めていくことが確認された。2018年に国際連合の移民協定締結をめぐり、連立政権内の足並みが乱れ、第一党で中道右派政党の新フラームス同盟が12月9日に連立政権を離脱した。ミシェルは内閣改造を行ったが過半数を失い、 野党が不信任決議案を提出する構えを見せたため、先手を打って12月18日に首相辞任を表明した。2019年5月26日実施の総選挙後、10月27日まで首相として暫定政権を運営した。2019年7月2日、欧州連合首脳会議にて欧州理事会議長にミシェルを起用することが合意された。 ありがとうございます。